おはようございます。7月10日第687回ポコナカワイアニマルラジオになります。今日はね、ヨーロッパヌマガメの綺麗なやつを撮ってみました。なんか昨日の夜からちょっと調子が、体調がね、すごい悪くなってしまって、もうなんか考えられないんでね、目についたカメをとりあえず出して、今日の動画にしようと思っています。まあ多分大阪の疲れがね、来たのかなという感じで、まあちょっと本当になんかね、熱はないんですけど体が動かないみたいな感じになってしまっているんで、今日はこれは早帰りしてくるかもしれないなという感じですね。まあ寝てちょっと休んだら治るとは思うんですけど、まあ熱が出ないといいなっていうふうに、ね、考えている感じです。ヨーロッパヌマガメね、いろんな方が結構ここ最近買われているという話を聞きますし、まあイベントでね、買ったっていう声もね、よく聞きますし、全部売れちゃったってお店さんの話も聞くんでね、まあ今後またさらに人気が増えていくんじゃないのかなと思います。まあ何せこの亀もね、成長に伴って変化が見られるんでね、うちのはなんかすごい白くなってきましたね、顔が。クリアのね、水槽に入れてるからなのか、それとも元々なのか。そしてオスですね。で、黄色みがあんまり上がってこないんですよね。まあこれからさらにね、どう成長していくのかが、まあ、非常に楽しみな個体でありますが、まああんまり最近は成長がね、ガツッと見えないですね。なんでなのかよくわからないですけど、餌は普通に食ってるんですけどね。という、ヨーロッパヌマガメ、これ何なんですかね。本当誰か分かる人がいたらね、これは何の足だよとか、どこら辺のやつだよっていうのをね、教えてもらいたいんですけど、まあロカリティ不詳できてしまっているんでね、非常に分かりづらいなと思っています。本当ね、ここ昨日はちょっと涼しかったんですけど、今日はまた暑い日が続きそうな感じのイメージで、まあ昨日も暑いっちゃ暑いんですけどね、それの中では良かったのかなと思うんですけど、今日はもう朝からすでに暑くて、もうサンルームがね、かなり暑くなっているんで、動画を撮るだけでもね、苦しいぐらいの暑さで、ね、今日はちょっとね、やることだけやったら本当休まないと倒れるんじゃないかなというような気がしています。なんでね、まあ、ちょっと皆さんも体調に気をつけて、まあ、特にクーラーをね、つけないと最近寝苦しいからっていうんでね、夜つけて寝るんですけど、クーラー強くつけるとね、夜寒いし、まあ、3人で寝てるんでね、自分と嫁のね、体感温度の違いがあるんでね、そこで体調を崩してみたいなのがいろいろある感じなんでね、本当、まあこの暑さはちょっと嫌ですよね。昔はなんか30度いったら暑いって言ってたような気がする日だったのに、今はもう40度近く上がるのが当たり前になっちゃってるんでね、本当ちょっとどうにかしないと、日本はね、厳しい国になってしまうな、夏の厳しい国になってしまうなと思うんでね、いや本当にね、どうにかなってほしいなと思うばかりです。みんなで打ち水したら涼しくなるのかなとかね、いろいろちょっと考えてみるんですけど、まあ現実的ではないんでね、そんなことは、まあ、できないから難しいなと思うんですけどね。まあ多分一番は、大阪に行って、ね、疲れが出たっていうのはあれなんですけど、まあやっぱり暑さでね、体力も奪われてっていう、そういうのもね、連鎖反応でまあ風邪をひいたりするんだと思います。なんでね、皆さんも本当に気をつけてください。なんか昔は夏風邪はバカが引くみたいなことを言ってたんですけどね、いやー、まあ僕もバカかもしれないですけど、ただやっぱり普通にね、仕事をしたり動いているだけでもね、体力を消耗してしまうようなね、あれなんでね、まあ子供と帰りね、保育園の帰りに散歩するだけでもね、まあ汗だくで帰ってくるような気候になっちゃってるんでね、本当に気をつけないと、これはね、まあ、命に関わるような感じですよね。もう昔からそういうのはね、普通だった人だって、なんていうんですかね、昼間ね、出かけて、夏も出かけるのは普通だったっていう人たちが、昔の感覚でやっちゃうとね、本当にひどいことになると思います。まあそこに関しては亀も言えることでね、こんな暑い日にね、外に出したら本当に一瞬で死んでしまうと思うんですよね。っていうぐらいもう本当厳しい気候になっているっていうのをね、理解しながら、まあ生き物を飼うのもそうだし、自分自身の健康もね、含めて、しっかり考えないといけないんじゃないかなと思っています。という感じでね、今日はもう喋ることが思い浮かばないので、今日短めでちょっと終わらせていただこうと思いますが、申し訳ございません。次は幕張に行くかもしれないぐらいで、その後は静岡で、幕張の次とその静岡の間の週はね、沖縄の方に僕は旅行にちょっと
家族でね行ってきますんで、まあ沖縄から動画を撮ってくることができるのかなと思うんで、何かね面白い動画が撮れたらいいなと思うんですけど、ただ僕野生の生き物を見つけるのすごい苦手なんでね、うまくいかない可能性が大いにあるかなと思っていますという感じでね、まあちょっと皆さんも体調に気をつけて、この本当に暑いね、7月8月をうまく乗り切ってね、っていうふうに思います、うん、もうな本当に話どもに変わらないんで申し訳ないですが、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。